まずはカンストリデの南にある中央大廃校に行きます。段差があるところに登ります。パラシュートを開いてポーチを開きます。大きなゾナニウムを5個持ちます。ここが一番大事。 Y と B を同時押しした後、即座にプラスボタンを押します。そうすると手持ちのゾナニウムは減らずに下にゾナニウムが落ちています。ゾナウエネルギーの大結晶と交換します。薪と火打ち石を取り出して焚き火します。そして朝まで休みます。その後セーブしてロードします。そうするとゾナウエネルギーの大結晶の在庫が復活します。ある程度貯めたらナチュヤ派の祠に行きます。そしてバッテリーを交換します。このように無限増殖を使うことでバッテリーを拡張させる楽しみが減ります。でも俺含め多くの人は楽な方に流されて使います。それが人間です。